の先にラオウが。最後の戦いが待っているのね。ケン、見ろ、ケオウ軍だ。おい、あれは国王軍じゃねえか。なんでケンオウ様が乗ってねえ。まさかケンオウ様はやられちまったのか。あれやけだ、奴らを止めろ。北斗錬気刀座、やはりここを。ケンシロウ、ウヌの骨と北斗神拳1800年の歴史を葬るに、ここより他に場所はない。ラオウ、お前が天を握ることはない。野望と共にこの地に眠るがいい。もう天などどうでもよい。いや、俺が望んだ天とは貴様だったのかもしれぬ。最強の北斗を誇る者の名はラオウ。このラオウより真の強者の歴史は始まるのだ。北斗究極奥義、無双転生の前には死あるのみ。ラタ！ラオ、貴様、無双転生を。この俺もこの心を血に染めて悲しみを背負うことができたわ。生まれて初めて女を手にかけたわ。だが、ユリアの命が俺に無双転生を吹き込んでくれた。ユリア、恨んでも構わぬ。私に見つめられていてはつきにくいでしょう。私も天に帰りましょう。涙、この俺が。愛ゆえに俺はユリアを追い続けていたのか。
だが今、ユリアとケンシロウ、二つを望むことはできぬ。許せユリア、我がうちに悲しみとなって生きよう。今、すべてが終わる。長かった。互いに究極奥義を待った今、武装転生は武器にならぬ。いわば無、ゼロに戻ったのだ。お前はもう。行くぞ、ケンシロウ。お前はもう死んでいる。思えば、ここが俺とお前が初めてユリアと会った場所でもあった。この子が何との。はい、されど不運にもこのユリアは母の体内に一切の言葉、感情を置き忘れてしもうた。北斗と何とは表裏一体、陰と陽、その宿命を信じるならば、ここへお連れすればユリア様に何らかの変化があろうと。ラオウ、ウヌはケンシロウに剣法を。才なき者はいずれ剣を奪われここより追放されましょう。ならば今のうちに引導を渡した方がこやつのため。その子は。どうしたユリア。戻った。ユリアに感情が。ラオウがいざない、ケンシロウが心を分け放ったわ。北斗の宿命を持つ男、ラオウ、ケンシロウだが、北斗二人になんと一人、いつの日か天を二分して。あの日から戦いは始まっていたのだ、ケンシロウ。来い、名もいらぬ、光もいらぬ。このラオウが望むものは剣の勝利。何？ラオウはユリア様を。はい、あの時ユリア様の命を奪おうとした時。我がうちに悲しみとなって生きよう、ユリア。ユリア、ウヌは時と同じくすでに死の病にその体を。あと数ヶ月の命ならば何事にも抗うことなく天命の流れのままに生きようと思いました。それで自ら動かずじっと待っていたというのか。己の幸せを放棄して。この私の命でこの世に光をもたらすのであれば。殺せぬ。このラオウに、この女は捨てることはできぬ。ユリア、ウヌへの愛を一生背負ってやるわ。
おそらくラオウはユリア様の飛行を突き仮死状態にして病状を停止させたのであろう。ユリア様を殺しては無双転生はまとえぬ。ユリア様への愛、悲しみがラオウに無双転生を。ラオウもまた北斗神拳伝承者の資格を持っていたということだ。皮肉にも天は二人の伝承者をこの世に送り出してしまった。心地よき痛みと言うべきか。我らはこの日を待ち続けていたのだからな。神に感謝せねば。お前はもう死んでいる。我が前にこれだけの男を送り出してくれたことを。お前はもう死んでいる。ラオウにも剣にも憎しみが見えない。お前はもう死んでいる。でもこのままでは二人とも死んでしまうわ。これが我らの最後の別れとなる。俺も時も目指した偉大なる長兄ラオウ。お前はもう死んでいる。ならば砕いてみせよう。この剣に我が生涯の全てを込めて。陶器だけを見て。お前はもう剣に滅せ。陶器の乱れは隙となる。剣その乱れを狙って一撃を。剣に滅せ。ユリアさん、もうすぐ来るわ。二人の戦いが終わる時は、安らぎが訪れる。お前はもう死んでいる。受けてみよう我が絶世の剣を。お前はもう死んでいる。天に滅せい、ケンシロウ。バカな、このラオウの前例の剣が。俺の中長兄ラオウへの思い、ユリアへの思いが生きている。天地を砕く剛剣もこの一握りの心を砕くことはできぬ。お前の強さは愛を捨てた者と心に愛を刻みつけた者との違いと。その心に愛を刻みつけたのだと。言えぬ。それだけは死んでも言えぬ。愛を帯びるなど我が剣には恥辱。見せようぞ世紀末覇者ラオウの死に様を。
貴様と俺は全てにおいて五分のはず。すでに見切っておったか。我が剣にはもはやお前を砕く力など残っておらぬことを。今こそ悟った。お前は熾烈なる友との戦いの中で生と死の狭間を見切ったのだと。友か、俺には友と呼べる男は時しかいなかった。見事だ弟よ。兄さん。ケン、ユリアさんが生きている。行け。ユリア、お前の命はあと数年は持とう。残る余生、ケンシロウと二人、静かに幸せに暮らせ。さらばだケンシロウ、俺もまた天へ、時のもとへ帰ろう。このラオウ、天へ帰るに人の手は借りぬ。生涯に一片の悔いなし。この暴力の荒野は恐怖によって統治するより術はなかった。しかし恐怖による統治に真の安らぎはありません。統一を果たしたラオウは自分が愛を持つ者に倒され取って代わられることを願っていたので、私にはそんな気がしてなりません。ラオウよ、時と共に眠れ。俺はあなたの生き様を胸に北斗神拳伝承者として生きていこう。きっと。